楽天、楽天モンキーズ、楽天モンキーズは、台湾の中華職業棒玉大連盟所属のプロ野球チームである。本拠地は、東園市、チームカラーは、エンジ色。台湾大連盟から、中華職業棒玉連盟に移った前身の、第一混合が、身売りとなり、成果会社のラニューが運営していたが、2019年に、再度身売りとなり、現在のチームとなった。親会社は、 日本の IT 企業、楽天、メディアを再生するラマガールズチームの帽子は、楽天のマーク。ラニュー時代の帽子は靴を迎え合わせにした形で作った牛の顔である。これは、ラニュー書のマークであり、熊でなく牛がかたどられていることも、革靴の主な原材料が牛革であることによるものである。ラマゴ時代は、L と M を組み合わせたもの。ありがとうございます。